こんにちは、いわし天狗です。いや、今日家に帰ったらですね、家の前に、扉の前に段ボールがありまして、おや、おやおやおや、バレンタインのチョコかなとかね、思いながらこうよく見てみたら、なんとアマゾンさんから来てたんですよね。あ、ちょっと待てよと、これもしかしてアマゾン欲しいものリスト、どなたかが送ってくれたんじゃないかと思って、こう開封してみたんです。いやー、ありがたいですね。嬉しいですね。送り主さんの名前書いてありました。送り主さん、神田様、ありがとうございます。元相方なんですけど、いや、腰の悩みをね、すごく相談してたんですよね。深刻に悩んでて、そういう話を聞いてたら、こうした方がいいんじゃないか、こんなのがあるよ、こういう場所に行ってみてはどうかとかね、すごい親身に聞いてもらってて、いやー、ありがとうございます。で、一言コメントも添えてね、いつも応援してます、嘘です、いや嘘かいとかね、こう抜け目のないところもなんか嬉しいですよね。本当に神田様、ありがとうございます。マッサージ館、早速今日は今からちょっと使ってみようかなと思います。これがね、神田くん曰く、ものすごいいいよ、腰の痛みがなくなったよとか言ってたのよ。うわ、すごいな、これは。これ、いや、日曜大工がやるやつやん。ゴゴゴゴゴ、すごいな、これは。いろんな先っちょの替えがあって、これを先っちょに取り付けて、多分振動さすんでしょうね。こういうつぶつぶのがあったりとか。おあ、すごいすごい、結構強いやん。え、おお、あー親父のあー出ちゃいました。ドリルでいってみます。ドリル30ぐらいまで数字が出てるんですよね、こうやって。これが強さなんでしょうね。で、自分の一番いい数字を、おお、これいいね。あ、僕これ好きかもしれない。あ、これ好きだわやってやんぞということで、大変素敵な贈り物をいただきました。神田様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんや、今の間はなんや。